こんにちは、速軸ののでございますあのロッキーシリーズの,あのネクストジェネレーションともいえるクリードシリーズねこちらの方のパート3が2023年に公開されることになりました今プロモーションの動画の方を YouTube で確認したんですけどもあれと思ったんですよねまあ、というのが、うん、前回 CM で見たのはね多分だったんですけどもロッキー・バルボアがパート3で戦った、うん、例のね あれもう名前忘れちゃったんですけどもあのミッキーがねあの死んじゃったシーンなんですよね、うん、ロッキーが随分、うん、ボクシングから離れてで挑戦者のねあのすごい強そうなクラバラングかクラバラングに挑戦されたんだけどももうやる気がなかったんですよね、うん、で体も整えていったんだけどもまあ古典版にやられちゃうわけですよでやられちゃってもう。 命からがら帰ってきたら瀕死のミッキーがそこにいてミッキー終わったよって言ったらねミッキーはそうか KO で勝ったのかみたいな感じで勘違いしたまんま、まあ、死んでいくっていうシーンがね非常に泣かせるわけなんですけどもねでロッキーは本当は俺は負けたんだけどもそれが言えなくって、えー、ミッキーにすがりついてね俺を一人にしないでくれっていうふ、えー、うに泣き崩れていくその直後ですよねあの、えー あのクリードアポロ・クリードが現れてお前を鍛え直してるって感じでねアイ・オブ・ザ・タイガーそして厳しいトレーニング、うん、エイドリアンの励ましによりクラバーラングに復讐戦を挑んで勝ち抜けるわけなんですよでそのクラバーラングの息子が今回クリード3で出てくるのかなっていうふうに思ってたんですけどもそのプロモーションも見たような気がしたんですけどもどうもそうじゃなくってねあの今回はロッキーとかそれに関する人ってのは出てこなくって。 クリードが完全にもう自立してスタートしたっていう形だったんですよ。で、シーベスタスサロンも今回出てこないっていうふうに聞いてますし、スタロン自身もそう言ってたんですよね。だから全く出てこなくって、ちょっとね、残念なんですけども、ロッキーは前作で、お前の時代だって言ってね、拳を合わせて、うん、クリードにバトンタッチしたんですよね、うん。やっぱあれが最後のシーンだったのかなと思いますし、うん、ちょっとね、悲しいんだけども、 うん、ロッキーのその後シリーズっていうのはあそこで終わっちゃったんですよね。まあ、それはいいとして今回あのクリードが戦うのはクリードが少年院時代に、えー、同じ棒で家族のように過ごした他の犯罪者ですよね。で彼が18年ぶりにシャバに出てきて、うん、クリードに再会してでちょっとまあスパでもやろうかみたいな感じで昔思い出してやるんだけどもこいつがすごい。 恨みのエネルギーを持っていたってていいたうところですね前回の,あのイワン・ドラゴンの息子ねビクターで彼もすごい強靭的なエネルギーを持っていたんですけども所詮は親父の敵討ちの道具だったということで今一つエネルギーがなかったんでしょうねでどっかでまた牙を向いてるんで次の作品ぐらいに出てくるかもしれませんクリード4とかにね、まあ、でも今回クリード3ではこのねえ体の知れない初登場のクリードの もう家族ともいえるようなあの犯罪者仲間親友刑務所で知り合ったやつがクリードにねこう牙を向いてくるわけですよね18年間刑務所の中で鍛えまくったその体がどういうふうにクリードを打ち砕いていくのかそしてクリードはどのようにリベンジしていくのかこの辺がまたねロッキー・チーズを思い出させるんだろうなと思いますうーんどうなっちゃうんでしょうね2023年の公開が楽しみですねそれではいってらっしゃい